ジョニー・フォードさんは24時間テレビのチャリ T シャツを現代美術家の奈良義智さんとスペシャルコラボレーション。歴代1位となる76万枚を売り上げたのです。歴史の間に32枚の T シャツが制作されました。初めの頃は地球をモチーフにしたデザインが目立ちますが、徐々にバラエティに富んだ作品に。果たして今年はどんなデザインになるのでしょうか。全員芸術家の草間彌生さんと嵐の大野悟さんの共同創作、チャリ T シャツ制作の舞台裏を見つめました。先生、どうも今日はよくいらっしゃいましたので、まあ、ちょっと、お忙しいところを。いや、どうも。さあ、今年のテーマとして選んだのは、愛。お金のことですかね。草間さんが大胆な色使いで描いた大きな花、そこに大野さんが繊細なタッチで絵を描いていきます。これはどうする。これいろいろと、まあ、外れも少しでも、なんかいっぱい、この丸の中でいっぱい見るかな。あ、でも、そっか、文字も入ったらいいな。あ、そうです。あれ、こういえば、プレミアムって、あったかな、今あるかな。どうする、どうするかな。よっしゃ、考えよう。二人は、息を交わしながら、斬新なデザインを生み出していきます。集中して描き続けることをおよそ半月、ついにデザインが完成しました。そして先週金曜日、チャリ T シャツ発売初日を迎えたのです。デザインの全貌が明らかになる時が。